はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。D のんち t ワイズです。はい、今回はブギウギュの第18話について話していきたいと思います。はい、第18話は、え立、ー、花、えー、さんとヤマトさんがね、えー、完全に解雇されたという回でしたね。うん。まあ、解雇が。 はい、やめるっていう、この情報をね、この、私たちは今日でやめますっていう発表の時に、ね、こう、みんなが愕然とした。ね、鈴子が、ええー、って感じでもう泣き叫ぶみたいな感じでしたね。うん、他の人はね、割とね、そんなに驚きがないってとこがちょっとね、 うん、私はちょっと違和感がありましたけど、皆さんはどうだったでしょうか。ね、うん。鈴子だけがなんか悲しんでるみたいな。まあ、その後ね、みんななんか泣いていいぞみたいなのを橋本潤さんが言って、ね、泣いたって感じはありましたけど、なんか <laughs>、うん。まあ、いや、でもね、スター二人がいないので公演が成り立つっていうのはね、全く理解できない私には。 だってその2人に客がついてたわけでしょ。うーん私は納得いかない。それで成り立ってるっていうのはね。どうですか皆さん。まあ2人が大したことない人だったならまだしもね。ただうるさいだけの年入りが上だけの先輩っていうならまだしも圧倒的スターの2人が辞めて成り立つっていうのはね私はちょっとわかんないなーっていうところでしたけど、えー。でもまあ最後のね。 シーンね、ラインダンスとても綺麗素晴らしいって感じありましたからまあなんとかなっちゃうんですか、うん、なんか普通の世界だったらまあないかなと私は思うんですがそんなことないですか世の中どう,どういう感じなんですか、うん、そんなだからその時間が経ってね な時間が経ったなら分かるんだけどえーって感じがしましたうんまあね社長はね悲しそうでしたね、うん、ただまあ大きい会社だとするならばそれゃそうなっちゃうのかねうんいやー社長のね社長の悲しさがこう私はちょっと だから今回、マス・タケシさんが、なんか一番、自分の中ではね、悲しい感じがしました。はい。でもまだ水曜日だっていうところはね、もうね、ほんと金曜日みたいな終わり方でしたけどね、うん、木曜、金曜、どうなっていくのか、楽しみにしたいと思います。 はい。私、D の地図は、ワイザー、11月10日、金曜日に、えー、アコースティックのライブがありますので、ぜひ皆さん、会場に遊びに来てください。どうしても会場に来れないという方は、有料配信ライブが、えー、概要欄の方に貼ってありますので、ぜひぜひ、ね,えねえ、見ていただきたい。うん、全国の皆さん、東京に来るのめんどくさいってい方は、ぜひぜひ、<laughs> なんとかね、うん、有料配信だけでね、こう、 一万人ぐらい集めるのが自分の夢ですから。なんとか <laughs>。お願いします。はい。あとね、あれ見ていきました。あの、君たちはどう生きるのか。ね、宮崎駿さんが、ね、脚本、監督、やってるという、君たちはどう生きるのか。見てきました。うん。どうですかうーん。 私はね、うん、宮崎駿監督作品はそんなにね詳しくはないね、うん、全部一回だけ見たことあるぐらいな感じでそこまでね深くね掘ったことはないんですがまあなんかこう宮崎駿監督のなんかこう人間の中身というかそういうのになんかすごくね あの私はね恐怖というか怖いなっていう感じの印象をね、うん、受けてしまうんですが皆さんはどうだ,どうだったんですか賛否両論ある中、ね、ど,うどうですか、うん、まあどう生きるかっていうことをね ど,どう選ぶんだみたいなね、うん、感じが、ねあるあって、こう、割となんか善と悪がある感じかなっていう感じがするんですよね、私はね。うん、宮崎駿監督。ねまあ、私あんまりね、善と悪みたいな感覚がちょっと違うんだよなあ、みたいな感じで。 うん、だから善と悪がある善って、話が進んでるんだろうな、みたいな感じがしてね。ちょっと私はね、うん、って感じ。まあ、なんだろう。新しさをあんまり感じないというところはありましたけども。うん。でもまあ、すごいですよね。まあ、だから僕は、 自分としてはちょっと宮崎駿監督がこう、ちょっと怖いなっていう感じがありますね。うん。いや本当よくこう、この時代に、なんとか生きてて素晴らしいなと思いますよ。うん。あの世界観。ねまあ色がね、常に綺麗ですよね。うん。あとはこう、 常にいっぱいいますねカエルなりペリカンなり、ね、オウム、うん、なんかとにかくいっぱいが好きなんですねでも分かるな、うん、自分も絵を描くとするならばいっぱい描きたい派なんでね、うん、一つのなんて言うんだろう、うん、一個ものたくさん描きたいみたいな気持ちはあるんでその辺は そこは似てるな、みたいな。共通点があるとするならばそこかな、みたいな。あとの部分はそんなに、私はあんま共通点はないかな、みたいな感じはありましたけど。うん。まあ、君たちはどう生きる。どう生きるか。うん。生きるのか。うん。ええ、うん。皆さんはどう生きますか。ね私は、うん。日々ね。 うん、いいことにリフォーカスしてね、うん、その一瞬一瞬をね、うん、楽しんでいきたいなと思ってますよはいそんな感じでしたはいえー、まあ毎日いろんな映画ドラマ見てますけどもね、うん、とうとう昨日はねあのアナログ、はい、あの ビートだけさんあれの本買いましたよ小説をはい。まだちょっとしか読んでないんですけど、今日中には読み終わるかなと思ってます。はい。そんな感じで皆さん、読書、映画、ドラマ、楽しんでいきましょう。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイ。